皆さんこんにちは。司法試験2019年度、本試験分析会候補系始めていきます。担当いたしますのは東京リーガルマインド専任講師竹山茂樹です。よろしくお願いいたします。それでは本試験受けられた方お疲れ様でした。若干で立ってるので、記憶も、少し薄れつつあるかもしれませんが、今年の憲法と行政法、どういう問題だったかちょっと見ていきたいと思います。で、憲法なんですけど、まずね、差しめくっていただいて3ページ目にこの設問ってありますね。要するに問題文の最後に設問、ちょっとここをねまず一緒に見ていただきたいんです。あなたは A 省から依頼を受けて法律家としてこの立法措置が合憲か違憲かという点について意見を述べることになった。意見を述べなさいという問題ですね。でその際 A 省からは参考とすべき判例があれば、もしあればそれを踏まえて論じるように、そして判例の立場に問題があると考える場合にはそのことについても論じるよう求められている。また当然ながらこの立法措置のどの部分がいかなる憲法上の権利との関係で問題になりうるのかを明確にする必要があるし、自己の見解と異なる立場に対して反論する必要があると考える場合はそれについても論じる必要がある。で以上のことを前提としてあなた自身の意見を述べなさい。結局壊れているところはあなた自身の意見になります。で独立行政委員会の合憲性、これは触れるなと書いてます。で国外に拠点を置く SNS 事業者に対しても日本国内の利用者に対してサービスを提供している限り適用され、そのため必要となる法整備はなされる。だから国外法とかね、そういうことは考える必要がない、こういった指示になります。で、司法試験の憲法、去年から若干傾向変わりましたね。一昨年までは主張反論形式、原告の主張を述べて被告の反論を書いてで試験を述べるって方が主流だったんですけど、去年あたりから少し傾向が変わってます。ただこれも結局は依頼を受けて反対の考え方や判例に触れて自分の意見を述べるので、このオピニオン型の問題っていうのも結局のところオピニオン形式とか呼ばれてますけど、結局は判例や反対説に触れつつ結局自分の試験を述べるということなので、今までとそこまで書く内容は変わらないのかなというところになります。判例や反対説、反対説要するに叩いてってことですね。反対説に反対して自分の意見を述べる、そういうことになっていきます。じゃあ早速なんですけど、問題文読みながら今回ね、私だったらどう考えていくかっていうのをお示しした方が多分分かりやすいと思うので、それを踏まえつつね見ていきたいと思います。問題文全部は読み上げませんけど、ざーっとね、部分部分で見ていきたいと思います。じゃあね、冊子でいうと2ページ目から問題文が書いてます。ちょっと見ていきましょう。で要するに第一段落は簡単に言うと SNS でフェイクニュースが最近発信されていると。でそのフェイクニュースによって選挙結果が左右されているような事情もあるのではないか、そういうことが述べられてますよね。で、2つ目、で我が国においてもこんなフェイクニュースがあったんだよ。飲料水が供給できなくなるから、飲料水を求めてスーパーマーケットに殺到した。でこっちは社会事件で、社会のニュースなんですけど、次ね、こっちの方が重大ですよね。知事選挙の際にここね、県は独自の税を条例で定めて県民負担を増やすことを計画しているという虚偽のニュースが SNS 上で流布され、現職知事である候補者が落選したことから選挙の公正が害されたのではないかという議論が生じたってあります。でここでね、やっぱり司法試験時間がないので、私だったらもうある程度当たりつけて読んでいくんですね。で今回何かの規制立法がなされるにあたって対立する利益は1個、選挙の公正なんですよ。これって憲法上もめちゃくちゃ重要ですよね。そもそも民主主義の根幹を支えるような話なので、これはちょっと手強いなと思いました。私は選挙の公正か対立利益で、このような状況に鑑み、この段落は重要なんでゆっくり読んでいきますね。
我が国でも A 省において虚偽の表現の流布を規制するフェイクニュース規制法の立法を検討することになった。で現在 A 省においては虚偽の表現を流布することを一般的に禁止及び処罰、これ結構すごいですよね。するとともに選挙に関して、その公正を害する SNS 上の虚偽の表現について独立行政委員会が SNS 事業者に削除命令を出し従わなかったら処罰する、まあ、こういうことになっています。じゃあ立法措置丸1について見ていきましょう。まず上記丸1についての立法措置としては虚偽表現を虚偽の事実を真実であるものとして適時する表現と定義し何人も公共の利害に関する事実について虚偽であることを知りながら虚偽表現を流布してはならない、こうしたんですね。として公共の利害に関する表現の虚偽の表現を流布することを一般的に禁止した上で罰則で担保することが検定されている。で2段落目としては、信用毀損、業務妨害罪、名誉毀損、あるいは公職選挙法の虚偽事項の公表罪が書いてあるけど、それは一般的に虚偽表現を処罰するものではないんだよということが書いてます。で、2ページ目の最終段落見てください。以上のように虚偽の表現を流出することに関連する現行法の規制は一定の限定が付されているところ、丸1の立法措置は虚偽の表現の対象について公共の利害に関する事実と限定するものの、それ以外には限定を伏せずに虚偽の表現を流出することを端的に処罰しようとするものである。これは虚偽の表現が流布されることによる社会的混乱を防止するには現行法の規制では十分でなく虚偽の表現を流布することそのものを禁止する、これバリバリ内容規制ですよね、ことが必要との理由によるものである。でちょっとここで立法措置丸にもあるんですけど、丸1から検討を始めていきましょう。でもちろん現実の試験で、試験に挑む方としては丸にまで読んで答案の分量とかね考えながら読んでいかなきゃ、ならないということになります。で私が最後まで読んだら、1と丸2はまあ35対65か4対6ぐらいで書こうかなという、印象は受けましたね。じゃあ見ていきましょう。法案1で法案1何が問題でしょうか。でまず虚偽の、そっかそっかそっか、法案1に入る前に実際に条文も見ましょうか。2条で定義規定がありますよね。4ページ目に条文がありますけど、2条で定義規定があって、1号で虚偽表現は虚偽の事実を真実であるものとして適時する表現だと言って6条で何人も公共の利害に関する事実について虚偽であることを知りながら虚偽表現を流布してはならない、そして刑罰が25条で30万円以下の罰金ということになっています。でこれでまずね、私が考えたのはこの法文明確かってところです。過度に広範な気もするし、さらに不明確じゃないかって気もする。で、明確性の原則は若干悩みました。これね、ある意味広すぎるだけで明確と言えなくもない。だって虚偽の表現が2条、事実を真実であるものとして適時する表現を、まあ要するに嘘の表現を書いちゃダメなんだろう、とにかくダメなんだ。なので過度に広範は書きたいなと思いました。じゃあ明確性書くかどうか一瞬悩みました。でもこれね、書いた方が点数上がるな。じゃあ何が明確じゃないんだろうとかいろいろ考えました。じゃあちょっと考えていきましょう。でまず明確性の原則違反、ここで法案で処罰されているのはあくまで虚偽の事実を表現した広めた場合ですね。で一方で表意見っていうのはこれ処罰の対象になってません。なぜかというと意見は誤っているかどうかは分からないから、そういうことでしょう。で
皆さん法律家目指してるんで、当然ね、事実と評価って分けて考えますね。でも事実と評価の区別ってそれほど明確なんですかね。例えば何でもいいんですよ、竹山先生は背が低い、これは事実なんでしょうか、評価なんでしょうか。よく分かんないですね。ということでこの法律の規定はこう考えました。虚偽の事実って書いてるけど、と書いている。しかし事実と評価の違いが曖昧な現状を見ると、実際は曖昧、これね、意見とか評価を処罰する可能性は十分あるなと考えております。となると意見や、まあ、誤ったって言えるのか分かんないけど、これあくまで答案構成レベルなんでちょっと細かい表現を置いといてくださいね。誤った意見や評価にも虚偽の事実が含まれていれば処罰される可能性があると。事実と されれば処罰される危険性がある。なのでこれ明確性原則違反があるのではないのか。でここで当然徳島市の規範を書いていくわけですね。一般人にとって徳島市公安条例事件事件の規範を書いて、一般人にとってどうかということを書いていきます。で確かにこれ虚偽の事実に本当に限定をかければ合憲って話もあるかもしれないんですけど、これそもそも曖昧である以上はこれ不明確なんですよ、やっぱり。なので一般人にとっても不明確で、さらにこれ合憲限定解釈も厳しいですよね。このレベルになっちゃうとこんな曖昧な文言だと限定解釈不可。ということで明確性の原則の観点からも違憲じゃないか、まずこう考えていきます。でさらにもう一個、過度に広範ゆえの無効の法理ってあります。でこの過度に広範性はですね、結構見解が分かれるところで、明確性と一緒じゃないかっていう学者の先生もいらっしゃいます。ただ一応分けて、私は分けた方がいいと思うので、過度に広範ゆえに無効、これは別立てで書いた方がいいと思います。で一応1と2の違いは、1ね、明確性の原則の方は本当に法案が明確かどうか、これだけなんですよ。で2番ってのは、過度に広範な文言だから、これ処罰しちゃダメだろうってものまで含まれてしまっている、そういう違いがあります。で例えばこれね、ほとんど1と同じなんですけど、意見を述べただけで虚偽の事実が含まれるとして処罰されてしまう危険性がある。
として処罰される危険性。こんなのがあるので、やっぱり萎縮効果が大きいだろう。なのでこれでも違憲になると書いていきます。まあ、別にこの筋だけが正解じゃないです。憲法っていうのはいろんな書き方がありますので、そもそも合憲でも違憲でもそれは構いません。じゃあこの法案1として明確性の原則と過度に広範ゆえの無効を書いたら、あとは普通の実態審査ですよね。まあ、表現の自由に正面から反するんじゃないかってことを書いていきます。じゃあ、見ていきましょう。でこれ3番で、これそもそもこれ内容規制なんだから、すごい厳格に審査しなきゃいけないんじゃないかという問題があります。でこれに関してはどんな、反論があるでしょうか。虚偽の、事実をこう、ね、適時することがこう内容規制だとして、これは厳格に違憲審査されるべきだという見解に対して国側はどういう反論をしてくるでしょうか。でまず一つ目は、表現の自由ってどういう自由でしたっけ。事実を述べる自由ではないですよね。そもそもあれというのは思想を述べる、表現する自由なので、今回は国側の反論としては一つ、憲法21条は法案でいうと虚偽の事実ですね、は思想表現を、思想の表現を保障するものであって、事実の適時を保障しているのではない。こんなのは考えられますね。でこれに対して反論をしていく、まあ、これに対しては別に大した国側の反論ではないんですけど、潰していかなきゃいけないということです。どう潰しましょうか。これいろんな潰し方があって、私のさっきの流れだと、そもそもね、事実と評価の区別も曖昧だし、何か思想を伝える場合って当然根拠を示しますね。政治的思想を表現するのには事実の適時が当然含まれる。だからこれらを分けることはできない。そんな感じで反論していくことが考えられます。思想の表現と、まあ、思想の表現の中に事実が入ることはがあり、区別は困難。例えばね、一体的に保障される考えるべきだとか、まあ、いろいろ書いていくわけです。このように憲法っていうのは結局国側の反論があって、それに対してどう打ち返していくかっていう話ですね。議論を噛み合わせるってことが非常に重要です。そしてその議論の内容っていうのはあくまで憲法の言葉で議論の内容を書く、そういうことになります。でせっかくの分析会なのでいろいろやってきますけど、例えばこの国側の反論って結構もっともなんですけど、この国側の反論に対してあれを思い浮かべてもいいんですよ。報道の自由の話。報道の自由って事実を伝えるんだけど、そこには思想が入り込むとか、そういう話もありますね。それを使って、反論に対して
私見を述べていくのも可能です。いいでしょうか。じゃあ次、国側の反論として、皆様方もいろいろ考えたと思いますけど、次は何があるでしょうか。でこれよくある話なんですけど、虚偽の事実を摘示って、いわゆる低価値表現、あるいは無価値表現と呼ばれる分類になりますね。名誉毀損的表現とか猥褻表現とか、そういったものに分類されます。なのでこれ反論2としては、いわゆる低価値表現、無価値表現で、あるいは無価値表現とも言います。表現の自由の保障の範囲外だ、表現の自由の保障を受けない、あるいは保障を受けたとしても極めて緩やかに審査されるんだ、こういった話があります。でここでね、憲法の基本書とかテキストの章立てを思い出していただきたいんですよ。章立ては大抵ね、まず内容規制から書いてるんですけど、その内容規制の中にあるのは猥褻表現とか名誉毀損的表現なんです。だから本来ね、内容規制っていうのはものすごい厳格に審査されるべきなんだけど、猥褻表現とか名誉毀損的表現、低価値表現っていうのが来るから、なんか緩やかに審査されるようなイメージがあるんです。でこれは仕方なくて、現代国家でね、例えば政治家を批判したら死刑にするとか、分かりやすい内容規制っていうのがあまりないからですよ、少なくとも先進国では。で今回はまさにこの低価値表現だって反論が来てしまう問題になります。でこれに関してはどちらでもいいです。皆様方の見解いろいろあるでしょう。一切表現の保障を受けないっていうのはなかなか少ないと思うんですけど、緩やかに審査するって考え方に立つ方いらっしゃると思います。それはそれで結構だと思います。で私はですね、これに関しては、よくある見解なんですけど、低価値表現だからといって審査基準を緩めない。なぜかというと、よくある理由論ですね、許される表現と許されない表現の切り分け、分けを公権力に認めると、恣意的な規制がなされる。だから審査基準を緩めるべきではない。あとですね、今回プラス特殊事情として、本文では本来ね、許される表現も文言の中に入ってくる可能性があるんですね。本件では許される表現も規制対象になっている可能性すらある。章に入っている可能性で、なので、審査基準、何でもいいですよ、 LRA でもいいんですけど、厳格審査ぐらいにしておきましょうか。厳格審査、目的が必要不可欠で、手段が必要最小限度の時に限って合憲だとする基準を立てるということになります。別に3段階審査とか使っても構いませんよ。審査基準は導き方が一番見られてます。どの基準を使うかはそんなに重要ではありません。目的は何かというと、で、この法案1の方はどっちかというと社会の混乱防止の方が主眼でしょう。ただ選挙の構成も一応入ってるんじゃないかなって気もしますので、両方挙げときましょう。目的は
1条を見て社会的混乱の防止、プラス選挙の公正、じゃあこれが必要不可欠かって話です。で、選挙の構成はおそらく必要不可欠でしょう。なぜかというと、まあ、民主政治を支える基盤だから。で、社会的混乱は正直言うとよく分かりません。ただここで切ってもあれなので、ここは、必要不可欠と言えなくもないぐらいにしておきましょう。で、今筋だけ骨組みだけ書いてますけど、皆さんね、もしこれで論じるときは選挙の公正がいかに大事かっていうのはいろんなことを盛り込んで書いていってください。これってのはやっぱり民主制を支える基盤ですよね。で、憲法点数を伸ばすコツはこの選挙の公正とか抽象的な言葉をいかにね、これ民主制支える基盤なんだとかお化粧をして論じられるかなんです。そういうところをどんどん論じていってください。じゃあ手段どうでしょうか。で、手段は必要最小限と言えるのかという話ですね。これ LRA の基準でもそうなんですけど、必要最小限と言えないっていうためにはもっと緩やかな手段を挙げてやればいいんですよ。で、例えば手段でもより緩やかな手段がある。といえば違憲になります。より緩やかな手段。で、より緩やかな手段もですね、一個上げて切るんじゃなくて、これね、いっぱい上げるとそれだけね、あ、この人考えてるんだって点数が上がってきます。で、私はね、結構ね、答案でこの手段、より緩やかな手段たくさん考えつくならどんどん上げてくださいって言います。どんどん上げた方が多分採点基準のどっかに引っかかる可能性が非常に高くなります。で、例えばですね、これ一つは規制対象を絞ればいいっていうのがありますね。規制対象を絞る、要するに虚偽表現全部を規制するんじゃなくて、もうちょっとね、公共目的がない場合に絞るだろうか、そういったことを考えていきます。で、これなんですけど、私がよく使うテクニックは、講義出ていただいた方聞いたことあるかもしれないけど、名誉毀損罪の条文を引っ張って名誉毀損罪のような限定をかける、真実だったら処罰しないとか、すぐに規制対象を絞ればいいんじゃないかって書いていきます。で、次にですね、あとは刑罰じゃなくていいって話ありますね。例えば行政指導でいいんじゃないか、もちろん行政指導だと実効性がないって反論がありますので、まだまだいろんな意見書いてきますけど、あとはですね、こういった考え方もありますよね。政府言論って話がありますけど、政府っていうのは広報活動ができるわけですよ。変な虚偽表現が出たら、政府は広報活動で思いっきり発信して潰すっていうことも考えられますね。だから政府を対抗言論で潰せばいいのではないのか。で、この対抗言論はこの方が思想の自由市場にも資するんだとか、ダメ出しで書いてやるとどんどん点数が伸びます。思想の自由市場に資する、もちろん政府の対抗言論、政府言論というのは非常に危険性もあります。政府というのは力が強いので情報を歪める恐れがあるっても言われてます。まあ、そういうこともね、思いついたら盛り込んでやってもいいと思います。確かに情報を歪める
危険性もあるんだけど、やっぱり思想の自由市場に資するのでこれが望ましいんだろうかね、そういったこともいろいろ書いてきます。あの憲法っていうのはね、思いついたら論理、ちゃんと通ってればどんどん書いてた方がいいです。あとはですね、これ私本命だと思うんですけど、少なくとも手続き保証を与えるべき。で、私だったらこれ答案の本命にしたいんですけど、こういったシステムの方が緩やかじゃないですか。虚偽表現だと認定したらまず呼び出して、虚偽と認定、ただ少なくともまず呼び出して反論の機会与えて、いや虚偽じゃないっていうんだったら反論してください。でその後に、命令を出して、削除命令みたいのを出して、それでも従わなかったら処罰。法案2の方は SNS 事業者に対してですけど、こんな流れになってますね。こっちの方がより緩やかな手段だ、これは言えると思いますので、こんな風により緩やかな手段があるんで違憲、こういっていくのは考えられます。よろしいでしょうか。ということで次はね、この法案1に、立法措置1に関してレクの答案例も見ていきたいと思います。レクの答案例の、ね、6ページ目からですね。でレクの回答例、これはあの全体的に見ると合格答案です。間違いなく合格できる答案です。ただ部分的に見ると間違いもありますので、ちょっと見ていきたいと思います。で6ページ目ですね。まず立法措置1だけ見ていきましょう。明確性を欠くことについてです。立法措置1は法案6条においては虚偽表現を流布することを一般的に規制するところ、これは明確性の原則に反し、表現の自由を侵害するものとして違憲ではないか、そういうことを書いています。で過去にで虚偽表現を流布する自由も表現の自由の一内容として保障される。でこの方いいのはこれですね。真実の真偽の捉え方は人によって異なる、これを指定しています。以上、虚偽とされる表現も真実となる余地があり、それが民主主義における言論の自由の基礎をなす点で、自己統治の価値を有するからである。で惜しいのはここ、もっともっともっと踏み込んで書くとすごい点数跳ねたと思います。あの事実の真偽の捉え方は人によって異なるってことは、要するに事実と評価の区別が曖昧だってのが含まれてるんですね。ここにそういったことまで踏み込んで書いてやると点数は伸びます。じゃ次括弧3、次に法案6条の規制対象は虚偽表現の流布、そのものであり、法案25条によって刑罰をもって禁圧する点で表現の自由への制約となるが、虚偽表現の流布という行為自体が不明確であり、罰則を定める法案25条と一体となる法案6条は違憲無効ではないか。でここで表現の自由に対し曖昧不明確な法律によって規制すると、本来合憲的に行える表現行為をも差し控えさせてしまう萎縮効果、これが生じてしまいますね。萎縮効果が生じてしまうため法文上不明確な、法律は無効となる。ちょっと漢字が間違ってますけど、まあ分かりますね。法の文上、文の上、法文上ですね。法文上、この感じですね。法文上、不明確な法律は無効となる。そして徳島市公安条例事件ではある刑罰法規が曖昧不明確に故に違憲となるかどうかは、いいですね。徳島市公安条例の規範、通常の判断能力を有する一般人の理解において具体的場合に当該行為がその適用を受けるかどうかの判断が可能となる基準が読み取れることが必要、この基準を書いてある。で本件で法案6条の虚偽表現とは、法案2条1号によると単に虚偽の事実と定めるのみである。前述のように何が虚偽であるかは、何を真実と捉えるか表裏一体であって、各人によって判断が異なることから、虚偽の事実が何を指すかについて通常の判断能力を有する一般人の理解によって決することは困難なので、文言が曖昧不明確違憲無効、こうなります。で2、事前抑制としての表現の自由の侵害についてです。でこの方とはね、ちょっとここがね理解が違うんですよ。今回の法律案1の方、法案1の方、これね事前抑制ではないですよね。虚偽の表現して、後から処罰になってますよね。あの法案2の方は事前抑制ですよ。
SNS で削除。なので SNS 削除じゃない方はこれ事前規制かなってところがちょっとはてなってところですね。まあ見ていきましょう。括弧1、管理立法措置1の文言が曖昧不明確でないとしても虚偽表現を留守する自由を侵害するものであるから法案6条および法案25条は違憲ではないか。で、法案6条及び法案25条は虚偽表現のルフを刑罰で禁案するものであるから制約は強度である。しかも虚偽表現のルフ一般を禁止するものであるから表現行為に先立って公権力や表現行為を抑制するという点で事前抑制に当たる。ここがちょっと違うんですね。今回事後的に刑罰で禁案するから事前抑制ではないです。むしろこれは法案2の方で書いていただきたかったことかなという気はします。で、このような事前抑制の違憲審査基準は事項規制に比べて公権力の規制が広範となり抑止効果が強すぎることから厳格な基準で判断されることになる。すなわち北方ジャーナルですね。公共の利害に関する事項で表現内容が真実でなく、またはもっぱら公益を図るものでないことが明白であって、かつ被害者が重大で回復困難な損害を被る恐れがある場合に合憲と解すべきである。で、うんぬんかんぬん書いてます。で、ですね、まあ、ちょっと今回事前抑制じゃないのでこの法律は使えないんですけど、うんぬんかんぬん書いて、処罰対象を十分に限定したものではないから違憲とこの答案ではしてます。ただ立法措置1は事前抑制ではありません。これは事後規制です。なのでここは間違いということになります。じゃあ立法措置丸2について見ていきましょう。これね、3ページ目の問題文からちょっとずつ見ていきます。で、1段落目はうねうね書いてるんですけど、要するにかなり限定しているよってことが言います。で、限定してこのような何か法文の要件に該当したら SNS 事業者に削除を命ずる。で、2段落目で SNS 事業者が失礼しました、 SNS 事業者が削除しない場合は委員会から命令を出して、それにも従わなかったら処罰するということになります。で、一定の場合を除いては SNS 事業者が表現を削除した場合に当該表現の発信者に生じた損害については SNS 事業者を免責することになる、そういったことになっています。で、ちょっと法案2の難しい点を先に触れておきましょう。これね、どういうことかっていうと、まあ、国かどうかは疑問もあるんですけど、国が SNS 事業者に命令を出して表現を削除しているわけですね。だから国が SNS 事業者に命令を出して国民がなした表現を削除している、まあ、こういったことになります。で、気をつけていただきたいのは国が直接表現を削除しているわけではないんですよ。無理やり SNS 事業者にやらせているんですね。だからここの構造についてちょっと触れておかなきゃいけない。何を言うかというと、まずね、誰の人権問題にします。これ2つありますね。国民の表現の自由が侵害されているというのか、 SNS 事業者のまあ、表現の自由が侵害されているというのが2つあります。で、今回別にね、 SNS 事業者はまあ法的利益あるんですけど、こっちの方がメインなので、国民の表現の自由、こっちを問題としていきたいなっていうのがあります。じゃあ国民の表現の自由を問題とすると何が問題になるかというと、これね、国民の表現の自由を直接侵害しているのは誰ですか。これ SNS 事業者なんですよ。 SNS 事業者は国の命令拒否したら表現は消えないんです。これ国が直接削除する規定はないから。となるとどうなります。これ私人間効力とかわけのわからん問題出てきますね。そんなの論じたくもないし、おそらくこの問題の本質じゃないということは、この直接的に SNS 事業者がやってるんだけど、でも実質的に見ると国が侵害してるんだよってやりたいんですね。実質的に見ると国が侵害、
で、ここはね、一言で言って触れてやった方がいいです。これ普通に形式的に見ると国民の表現の自由を侵害しているのは SNS 事業者でも、実質的に見ると国が侵害してるんだって言ってやると普通の憲法の問題になる。私人間効力なんか論じなくていいことになります。じゃ例えばね、法案にはこんな感じで、今の話を手当てしてやると SNS 事業者が削除してるが、これは刑罰をもって強制されてる。とすれば、公権力が表現を削除してると、削除するのと同視される。まあ、こんな感じでいいと思います。一言触れてやるだけでいいと思います。ここはただやっぱり問題になっているので、それはきちんと見ていかなきゃいけない。よろしいでしょうか。でね、司法試験って昔からね、こういうエッセンスをちょいちょい入れるのが好きです。ちょっとね、脱線するけどお話していきましょう。結構前の問題に司法試験の憲法フィルタリングの問題が出ました。覚えてる方もいらっしゃるかもしれません。で、フィルタリングってあれ表現の自由侵害してますかね。これ厳密に言うとね、表現できてるんですよ。表現できて受け手に届く前にシャットアウトしてるから、形式的に見ると表現の自由じゃないんですね。だから実質的に見て表現の自由の侵害になってるまで言わないとあれはダメなんですよ。そういうのが司法試験結構好きです。で、ここも一言で、もう実質的に見て公権力が表現を削除しているのと同視できる、こんな感じで書いてやるとこの論点はクリアになります。じゃあこれどう書いていくかというと、今回ね、国民が表現したのを変なところと書くと削除してしまうんですよね。これどうでしょうか。で、これあくまで事後規制です。事後規制なんだけど検閲っぽいとこありますよね、削除してるか。なので私だったら軽く検閲書きます。検閲で定義書いて、で発表後だから当てはまらない、じゃあと網羅性もない、SNS だけだから網羅性なし、ということになってきます。じゃあ次ですね。で、検閲はこれ該当しません。判例の定義から言って該当します。じゃあ私ね、これね、事前抑制書きたかったんです。で、厳密な事前抑制じゃないんだけど、見つけたらすぐ削除だから、事前抑制的なとこはありますね。なので、次に、事前抑制に近いものがある。なぜかというと、一応 SNS で発表してるんだけど、 SNS で発表後ではある。でも見つかったらすぐ削除されてしまうわけですね。そしてこれ発表後すぐに削除、一瞬で削除する場合はほとんど事前規制です。
なので、発表と削除のタイミングが短ければ、まあ、やっぱり事前抑制に近くなっていくってことですね。まあこんな感じで書いてあって、事前抑制に近いっていうと北方ジャーナルが使えます。ここで北方ジャーナル書いてある。で、判例の問題点についても触れろって書いてあったんで、例えば北方ジャーナル事件の判例の問題点、学者の先生がよく言う問題点って何でしょう。これ信心ですね。判例は債務者の信心は原則必要だとしているが、例外的に不要な場合がある、そう言ってるわけですね。でも学者の先生方はいやいや手続き保証はいつでも必要でしょうと言ってる。なので例えばこの問題点として、問題点として、手続き保証を例外的に不要としている。これをおかしいと書いていけばいいんですね。手続き保証は常に必要だろう、そういうことを書いていけばいいということになります。で、そうするとですね、実はですね、これいろんな使える事実が出てくるわけです。ちょっと、3ページ目見ると、ここにね、法案20条で行政手続き法の定める事前手続きは不要って書いてるわけですよ、この法案。つまり手続き保証ないんですね、この法案には。そのあたりを使えるわけです。で、あと、法案の4ページ目の第9条、削除命令を出すための実態的要件は、1号、当該表現が虚偽表現であることが明白であること。で、2号、当該表現により選挙の公正が著しく害される恐れがあることが明白であること。これ北方ジャーナルにちょっと近いんですね。だから北方ジャーナルが使えるようになっています。ちなみに北方ジャーナルの、基準はですね、6ページ目の回答例のここに出てきます。6ページ目の回答例の下、1、2、3、4、5、6行目、 6ページ目の下から6行目に、公共の利害に関する事項であって表現内容が真実でなく、またはもっぱら公益を図るものでないことが明白であって、かつ被害者が重大で回復困難な損害を被る恐れがある場合に限り合計で、丸2の被害者は今回は保護法益選挙の公正ですから、丸2は選挙の公正が回復困難の損害を被る恐れがあると言い換えることができるわけです。となると、これ9条2号の基準に似てますね。じゃあ9条1号どうすればいいかというと、虚偽表現であることが明白にプラスアルファの要件を加えれば北方ジャーナル事件の基準になってくるわけです。なので、ここは北方ジャーナル事件、問題点手続き保証を例外的に不要、これがおかしいと書いて、結局北方ジャーナルの1、2の基準と手続き保証があれば合憲と、解することができます。で、例えばですね、法案の9条1号に補ってやる。プラス公益を図る目的がないことが明白この要件を補ってやればよい。ただし手続き保証を加えられるかっていうのは結構微妙ですよね。で、ここ合憲限定解釈して、例えば行政を
適用するんだってやってやればこれ合憲になります。でちょっと合憲限定解釈しましょうか。プラス、行典を適用する、これ合憲限定解釈ですね。こうすれば合憲になると意見を述べてやる。で今回はよくよく考えると法律案についての意見ですから、こうやって合憲限定解釈すればいいですよっていうのは、これ法務省じゃない、 A 省は望んでるわけですよ。こういう要件を補ってやればいいんじゃないですか。で行程適用しないとダメですよ。そうすると合憲になります。まあこんな感じで意見を述べていくということになります。で、憲法得意な方もいらっしゃるかもしれないので一言、こんな合憲限定解釈するのは立法権の侵害だって議論はあります。結構むちゃくちゃですからね。でそういったことを思われる方、それねすごくいいんですよ。そのまま答案に書いてやってください。それを、こんな合憲限定解釈は立法権の侵害だからできません、だからやるんだったら最初から法案に入れてくださいって書けば、それはそれで加点の要素になってきます。いいでしょうか。あとちょっとね、時間の関係上、あとは普通に3番、憲法21条1項違反、これ書いていくわけですね。で、これちょっともうなかなかやりませんけど、一言だけちょっとコメントをしておきたいと思います。今回の SNS 事業者に特定虚偽表現を削除させる、今回の問題なんですけど、これは、内容規制でしょうか、内容中立規制でしょうか。これどちらも言うことができるんですね。例えば特定虚偽表現であるって内容に着目した規制だって考えると内容規制なんですよ。でも一方でこれ SNS だけですよね、法案には規制、 SNS だけの規制だから内容中立規制って考えることもできます。だからそこは一つね争点になります。特定虚偽表現を禁止、だから内容規制じゃないかっていう考え方もあれば、一方でこれに対立するのが SNS のみの規制、だから内容中立規制なんじゃないか。でこれは、まあ、今回の出題者の意図は分かりませんよ。ただ一般論として憲法の学者の先生は結構気になるところです。何を言ってるのかというと、内容規制と内容中立規制の区別っていうのは曖昧、もっと正確に言うと内容規制と内容中立規制は連続しているという議論です。何を言ってるか少し言ってきます。すごく簡単な例を挙げると、例えばね、午前0時から、午後11時まで23時間の間は国民は政治的表現をしてはなりません。政治的表現できるのは1時間だけです、夜中の、っていうのは、うん、時場所方法の規制ではあります。でもほとんど内容規制ですね。要するに時場所方法の規制が広範になれば内容規制とほぼ等しくなる、こういう現象があるわけですよ。で今回をどっちで見るかです。これ決めの問題です。 SNS の表現っていうのはもうものすごい表現の中の、要するにね、国民の表現の中で重要な地位を占めているって考えると、ほとんど内容規制だって考えることができます。一方でいやな、 SNS 以外にだって普通に掲示板だってあるし、ホームページだってあるし、普通に新聞の投書だってあるしって考えると、内容中立規制になります。でこれはどちらで論じていってもいいです、構いません。で例えばね、
この SNS での表現は表現が重要な地位を占めている。今ね、政治家ももうツイッターとかどんどん始めてますからね。って考えると、これ内容規制に近いという評価は可能でしょう。っていう評価は可能です。もちろん内容中立規制と言い切っても構いません。あと、身も蓋もないんですけど、内容規制か内容中立規制かって所詮は違憲審査基準の厳しさを決める要素に過ぎないんです。だからはっきりと決める必要も実はありません。どっちに近いぐらいでいいんですよ。例えば内容規制にどちらかというと近いからちょっと厳しめでいきましょう。そんなニュアンスです。で、例えば内容規制に近いから LRA ぐらい使いましょうかとかね。こんな話ができるわけで、もちろん厳格審査でもいいですよ。で、ちょっとあとね、憲法21条1項違反についてはこれぐらいにしておきます。本当はもっと違憲審査基準立てて当てはめをしなければ、なりません。いいでしょうか。で、ちょっと時間もなくなってきたんですけど、で、さっきね、ちょっと問1で、ちょっと補足です。この SNS 事業者に行く前に、法案1やりましたけど、この法案1で私忘れてたんですけど、あれ、名誉毀損罪との違いとか触れてください。名誉毀損罪との違いとか公職選挙法との違い、あれは規制事項が特定されてるけど、こっちはすごく広いんだってことを言ってやった方がいいです。すいません、ちょっとそれコメントし忘れてました。で、残りの設問2の分析は回答例を見ながらやりたいと思いますので、7ページ目見てください。7ページ目、第2、立法措置2について。で、1、法案9条の明確性について。で、これはもちろん書いてもいいんですけど、法案9条はさすがに明確じゃないかなって個人的には思うので、別にこっちは書かなくてもいいかなっていう気はします。で、7ページ目の下側に、法案9条による表現の自由の内容規制について、これは書きたいですね。括弧1、法案9条は法26条に定める刑罰による威嚇をもって、選挙運動期間中及び選挙当日において SNS 事業者に特定虚偽表現の削除を義務付けるものであるところ、このような規制は SNS による特定虚偽表現のルフの自由を侵害するものとして違憲とならないかということです。で、過去に、まずこのような特定虚偽表現の自由も表現の自由として保障される。虚偽表現であることは明白でも、表現内容が真実かどうかは事後的な判断に左右されることがある以上、一旦は表現する機会が認められるべきであり、その限りで保障される必要があるからである。これは非常にいいですよね。低価値表現じゃないかってものに対する反論になってます。次に、 SNS 上でなされる情報発信はそれが多くの人の目に触れてこそ意味があることから、その削除が SNS 事業者によって、8ページ目言っていただいて、なされることは表現行為の意味を著しく減災するものである。このため法案9条による規制は表現の自由への強度の制約という側面も有している。他方、SNS を通じた情報発信は社会的影響力が強く、例えば名誉毀損表現を SNS を通じて行えば、名誉を毀損された個人の侵害は甚大となり、 SNS 利用者は他人の権利や利益を侵害することがないように適切に SNS を利用するべき立場にあり、そのような情報発信環境を整備する義務を SNS 事業者に対して法律によって課すことに過ぎないとも言える。このため法案9条による制約はSNS 利用者の表現行為への間接的な制約と見ることもできる。で、この方の答案でね、ここちょっとね難しい話なんですけど、非常にいいんです。で、私もさっきの回答例で、国が直接削除してんじゃないよ、 SNS 事業者が削除してるんだよって話がありました。で、これもっと進めると、国民って SNS 使う権利あるんですかね。 SNS って別に私的な存在ですよね。だから、あ、この人の竹山君のツイッターの書き込みが気に食わないってやれば、そもそも削除できるんじゃないかって話がそもそもあるんですよ。で、そういうことを考えると、所詮これは表現行為への影響はあるけど、間接的な制約に過ぎないんじゃないかと考えることはできる。そういうことを言ってるんですね。これは非常にいいところであります。間接的な制約で、では9条の違憲審査基準をどのように返すべきか。で、これ表現の自由と、あと対立する価値の選挙の公正
に、触れています。でこの方ここすごく秀逸なんで読んでみましょう。表現の自由は精神的自由権の一種であり、それが一度損なわれると民主制の過程に瑕疵が生じ回復が困難であること、また経済的自由の規制に比べて専門技術的判断を必要とせず司法判断に馴染むことから表現の自由の規制については厳格な判断で審査することが原則、しかも内容を理由とした規制や公権力が主義主張に直に介入することで表現の自由を抑圧する程度が大きいため厳格に審査する必要性がさらに高まる。ここまでは普通の表現の自由なんですが、次、他方表現の自由が憲法で保障される趣旨は言論の自由が民主制を支えるものであり、選挙は有権者が真実の情報に基づいて投票すべきであることから民主制に不可欠で国政を左右する選挙の公正が害するような虚偽の表現行為の要保護性は低下する。ここすごくいいと思います。表現の自由を支えるのは、表現の自由の価値の一つは民主制を支えるっていうのがありますよね。でも今回は民主制を傷つけるような表現を規制する、この二面性があるわけです。そこに、うまく触れてます。でそこで目的の正当性と合理性、必要性、合理的関連性で判断するという基準をこの方は立ててます。で、意の括弧は当てはめみましょう。本件では法案9条の目的が法案1条にあるように選挙の公正を確保することである。で選挙の公正は民主制が機能することの大前提であるから規制目的の正当性を肯定できる。まあそれはそうでしょう。で、次に法案9条の手段は表現行為の場を提供し、当該表現について第三者的な視点を持つ SNS 事業者に選挙運動期間中及び投票日における虚偽が明白で選挙の公正を著しく害することが明白な表現行為の削除をさせる点で選挙の公正を確保するとの目的達成に必要。まあそうでしょう。で、刑罰の威嚇的効果で実効性を高めるとか、まあ、表現行為の萎縮性を回避する穏当な手法とかいろいろ書いて、これは合憲と書いてます。でさらにさっきちょっと板書で触れる時間なかったんですけど、法案13条もこれ違憲の疑いは確かにあります。法案13条って何かというと SNS 事業者の損害賠償責任を免除するという規定です。だから国民は不当に SNS 事業者に削除されても損害賠償請求ができない。これは何かの侵害じゃないのかということです。で、ここは難しいんで軽く触れられればいいです。で、この方は表現の自由への間接的な制約になってないかっていうのを書いてます。で、ここはまあ合憲にしてます。これ後で読んでおいてください。で、その他の書き方としてはこれ財産権の制約じゃないかって書き方もあります。ただまあ財産権の制約っていうのは緩やかに審査されるので、まあ、おそらく合憲になるでしょう。あとですね、これなんですけど、今回国が実質的に見て直接削除するって考えると国家賠償請求ができる以上はいいんじゃないかって議論があります。これ国がね変な命令出した場合はこれいろんな考え方あるんですけど、ちょっとこの法案13条ねまとめましょうか。レックの回答例にあるのは、表現者に対する表現の自由に対する間接的な制約。まあ、これで書いていくのが一つですね。あとは財産権侵害、損害賠償請求権をなくすから財産権侵害って捉える考え方もあります。で、これに対して国が実質的に見て削除してるんだから国賠できれば問題ないという考え方もあります。国賠できればいいんじゃないか、 OK なんじゃないかって考え方もあります。ここまでよろしいでしょうか。
で、まあ、憲法に関しては、まあ、ちょっと1時間と短い間でしたけど、主だった論点はこんな感じにはなります。で、憲法はね、よく分析家やってると皆さんに言われるんですけど、結局何書けばいいんですか。これね、いろんな筋あるんですよ。しかも全部書けないんです。で、自分の書ける論点をピックアップして筋通せば憲法点数が来る、まあ、ある意味特殊な科目ではあります。なので、ちょっとね、もやっとしてるなって方も多いと思うんですけど、そういう科目だと割り切って、じゃあこういう論点があるんだ、それを確認して自分だったらこう書くんだ、これをですね、もう一回考えてみてください。よろしいでしょうか。じゃあもうちょっとかっちりしたのは行政法ですね。行政法見ていきましょう。第2問の方です。2ページ目から問題文がガーッとありますけど、まあ、2ページ目の問題文はもう皆さん見ていただいていると思うので、3ページ目に行きましょう。3ページ目の設問1、何聞かれているか見ていきますね。 A が B 県に対して本県権利取得裁決の取り消し訴訟、以下本県取り消し訴訟というのを提起した場合、 A は本県取り消し訴訟において本県事業認定の違法を主張することができるか。要するに、権利取得裁決の取り消し訴訟において本件事業認定の違法、これを主張できるかという話ですね。もうパッと違法性の承継だって思いついた方多いと思います。なので、違法性の承継をかっちり主張していくということになります。これ違法性の承継ね。で、ただし、行政事件訴訟法14条1項2項による正当な理由が認められ、本件取消訴訟が適法に提起できることを前提としなさい。なんと、権利取得裁決の取消訴訟の6ヶ月も経過してそうだ、そういう事案なんですね。じゃあ次、設問に、 A は B 県に対して権利取得裁決の無効確認訴訟を適法に提起することができるか。行政法36条の当該処分もしくは裁決の損否、またはその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものという訴訟要件に絞って、 B 県が行う反論を踏まえて弁護士 E の立場から検討しなさい。今回、無効確認訴訟なんですね。で、まず訴訟要件で、これ要するに、無効確認訴訟が紛争の直接的解決、抜本的解決になっているということを書いていけばいい、こういう話になりますよね。で、括弧2番、本件事業認定が法20条3号の要件を充足せず違法であるとの A の主張として、どのようなものが考えられるか、 B 県が行う反論を踏まえて弁護士 E の立場から検討しなさい。で、法20条を見ていきましょう。第20条です。国土交通大臣または都道府県知事は、申請に関わる事業が差の各号のすべてに該当するときは事業の認定をすることができる。3号、事業計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであること。あ、これは、まあ、どっちで書いてもいいんですけど、20条3号の要件該当性に裁量があるんだと考えて、裁量の逸脱乱用を論じていくんだって考えてもいいし、20条3号の客観的な要件に該当するかどうかの話なんだ。で、要件該当性を判断していても、これ構いません。正直言うと、書き方の違いです。で、結局中身は変わりません。まあ、裁量論で落とすか、法律の要件該当性か、どっちでもいいんだけど、あ、その問題なんだなって考えていきます。で、行政法は、この設問ありますよね。設問に対して答えなきゃいけないんですけど、必ず法律事務所の会議録というものがついています。で、この会議録の誘導に乗らないと点数がつかないので、会議録を見ていきましょう。4ページ目、 A さんは本件事業認定は違法であると考えているようです。で、本件権利取得裁決には固有の違法事由がありませんので、本件では本件事業認定の違法性についてのみ検討することとしましょう。もっともまずは、どのような訴訟を提起するかについて検討しておく必要がありますね。で、弁護士 E、 本件事業認定も 本件権利取得裁決も行訴法3条2項における処分その他の公権力の行使に該当しますが、この問題ちゃんとよくできてます。ちゃんと2つとも処分だって言ってくれたんで、あ、これは違法性の承継の問題なんだ、で、と確定していくわけです。で、何を言ってるかと言いますと、今回は
事業認定があって、で権利取得採決があるわけです。でこれ両方とも処分なんですね。処分処分。ということは処分だから肯定力が働いて、まあ、基本事項の確認で恐縮なんですが、事業認定の違法性というのは事業認定の取り消し訴訟でしか争えない。権利取得裁決の違法性というのは権利取得裁決の処分の取り消し訴訟でしか争えない。こういうことになるわけです。なのでこちらの違法は、まあ、無効を除いてね、違法はこっちの取り消し訴訟でしか争えない。こういう原則があるんですよね。でもこの原則に対する例外として、こちらの取り消し訴訟で事業認定の違法を争えないか、これが違法性承継論です。ということになってきますね。極めてオーソドックスな問題です。じゃあ会議録続き見ていきますと、でここで、まあ、出訴期間の云々が書いて、ここの弁護士 D さんですね、上から 1,2,3,4 5個目のブロック、では E 先生には仮に本件訴訟を適法に提起することができるとした場合、本件事業認定の違法性を主張することができるかについて検討をお願いします。ただし正当な理由が認められるかについては検討する必要がありませんと言っております。なので違法性の承継を考えていきましょう。でこれもう時間の関係上回答例を先に見ちゃいましょう。9ページ目でこの回答例を見ながらコメントしていきます。1番、本件取消訴訟は本件権利取得裁決の違法性一般を処分性とする取消訴訟であるから、本件事業認定の違法を主張することはできないのが原則だ。でここの書き方ちょっとわからないのでちょっと書き直していただきたいんですよ。なぜかというと、多分この回答例はね、この権利取得裁決の取り消し訴訟は、この権利取得裁決の違法性一般が対象だから、ここの違法性しか主張できないって考えてると思うんですが、あのね、肯定力を外すと親がめこければ子がめもこけるじゃないんですけど、前の歌詞は引き継ぐって考えることは当然できるわけですよ。なのでここはあんまり理由になってないのでちょっと書き換えましょう。本件取消訴訟は本件権利取得裁決の違法性一般を処分性とする取消訴訟であるが、見直してください、あるが点で、あるが点で、次に本件事業認定まで行ってノを消してください。ノを消していただいて、本件事業認定の後にこれ入れてください、は処分であり肯定力が働くから当該って入れてください。は処分であり肯定力が働くから当該と入れてください。すみません、汚い字で。
ここの認定の後に歯処分であり肯定力が働くから当該と直してください。歯処分であり肯定力が働くから当該、いいでしょうか。じゃあ続けて読みますと、ここね、であるが本件事業認定は処分であり肯定力が働くから当該違法を主張することはできないのが原則であるということになります。でそれでも本件事業認定の違法を主張するには本件事業認定の違法が本件権利職裁決の違法に承継される必要がある。そこで以下違法性の承継の可否について検討する。まあいいでしょう。でこの回答例は当然回答例だから冗長な表現になってますけど、皆さん書くときはねコンパクトに書いてください。私もすごいコンパクトに書きます。この違法が承継される必要があるじゃなくて、もう違法性承継されるかであっさり書いて2のカッコ1につなぎます。で違法性の承継とは先行する処分の違法事由が、高校処分の違法事由となり高校処分が違法となる関係を、まあいいでしょう。でこれを安易に認めると肯定力に反するだけでなく先行処分の出走期間を先達することになる。他方で2つの処分に密接な関係があって1つの手続きを構成している場合に認める余地があると解すべきであり、原告の手続き保障も考慮すべき。で括弧2で判例のような規範を書いていく。そこで先行処分とこれですね高校処分は密接な関連を有して同一の目的に向けた手続きを構成し、原告が先行処分の違法を主張することの合理的な期待可能性がない場合に限り違法性の承継が認められる、まあ、こんな規範を書いてあげます。で違法性承継のは当然当てはめが命です。で3の括弧1いきましょう。本件事業認定と本件権利取得裁決はそれぞれ根拠が法20条47条の2と異なるため処分として別個のものである。でこれはまあくどいですけど、まあ指摘しておきましょう。しかしこれ大事ですね。本件事業認定と本件権利取得裁決はいずれも私人の土地を公共がすいません、公共パブリックの方のこっちの公共に直してください。公共の利益となる事業に必要な土地等の活用を目的として行われる土地収用のための一連の手続き、これマークしましょう。土地収用のための一連の手続き、そうですよね、これ一連の手続きになってます。をなしていると言える。すなわち密接な関連性を有しており一つの手続きを構成しているという。でここはね結構あっさり認められるんです。問題次ですね、括弧2で次に本件事業認定について取消訴訟を提起することは A には可能であったか。つまり事業認定の段階でこの違法を争えないような事情があったかどうか、そういうことになります。で確かに本件事業認定がされたことで26条の2によりその旨が遅滞なく C 市長に告示されることになっており、 C 市長は本件事業認定について公衆の順番に供することになっている。でこの26条は絶対触れましょう。法26条見てください。26条の2か。26条の2はこう書いてます。国土交通大臣または都道府県知事は第20条の規定によって事業の認定をしたときは直ちに企業地が所在する市町村の長にその旨を通知しなければならない。市町村長は全戸の通知を受けたときに直ちに企業地を表示する図面を事業の認定が効力を失う日まで公衆の縦覧に供しなければならないと書いてます。で確認なんですけど、もしねこの規定すらなかったらそれは訴訟提起不可能ですから、それは違法性の承継認められるという話になります。今回は一応公衆の縦覧に供するという規定があったんだということは、今回の原告は知ることができたのではないか、訴訟提起ができたのではないかという問題になってきます。でそこをどうするか。でしかしここですね、でこの回答では特殊事情にちゃんと着目しています。本件事業認定がなされてから C 氏は所有権者からの任意買収を行う方針を表明していたことから、本件事業認定の対象区域内の本件土地の所有者たる A は本件事業認定がなされても A が本件土地の売却等に応じなければ本件の道路整備事業がなされることはないと考えたといえる。そのような A であれば本件事業認定がなされた段階で取消訴訟を提起することの合理的な期待可能性はなかった
ということで違法性の承継が認められるという結論になっております。よろしいでしょうか。あとはですね、よくある書き方の一つなんですけど、26条の2で、縦覧に供しなければならないって書いてますけど、これ本当にみんな見てるんですかっていう議論の立て方はあります。こんなもの見ますか。ただ一方で、今回トラブルになってるから見ることができたでしょうって議論も当然あります。これはいろんな議論ができるということになります。ではね、設問人に関して法律事務所の会議録を見ましょう。で、法律事務所の会議録の上から 1,2,3,4,5,6,7 行目のブロック、弁護士 D からです。とはいえ、正当な理由が認められない場合の対応も考えておく必要があります。本件取消訴訟を適法に提起することができないとすれば、どのような訴訟を提起することができると考えられますか。で、これ重要ですよね。どのような訴訟を提起することができると考えられますか。なぜかというと、無効等確認訴訟の話が出てくるんですね。他の訴訟だったら良くないんだってことをどうせ書く必要があります。なので他の訴訟を何が提起できるかを意識しておく。じゃあ次、弁護士です。本件事業認定に無効の瑕疵があり、したがって本件権利取得裁決も無効であるとして、 B 件に対し行政法、行訴法34項に基づいて本件権利取得裁決の無効確認訴訟を提起することが考えられます。また本件権利取得裁決が無効であるなら、別途 C 氏に対する訴訟、これも提起することが考えられます。では B 件に対する無効確認訴訟が訴訟要件を充足しているか、 E 先生に検討していただきましょう。無効確認訴訟の訴訟要件についてはいくつかの考え方がありますが、E 先生は行訴法36条の訴訟要件である当該処分、もしくは採決の損否、またはその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものについて検討してください。で、 C 氏に対してどのような訴訟を提起することができるのか、また C 氏に対する訴訟を提起する場合にも無効確認訴訟を適法に提起することができるのかという点に絞って検討していただければ結構です。そんな感じで書いています。で、これも時間の関係上回答例を見ちゃった方が早いので、回答例を見ていきましょう。これは9ページの下側ですね。9ページの下から2行目。1、では本件権利取得裁決の無効確認訴訟を提起できるか。で、当該裁決の云々関連で10ページ言っていただいて、により訴えによって目的を達することができるものに当たるかが、本件ではこれいいですよね。最初からどんな訴訟が提起できるから36条に当たらないとも思われ問題となる。本件では A が当事者訴訟等を提起することができ、36条に当たらないとも思われるため問題となる。これ何を言ってるかというと、学説で要するに他に訴訟提起ができる手段があったら36条の無効等確認訴訟を使えないという学説があるんですね。それを意識した論述になってます。他に訴訟が提起できるから36条に当たらないんじゃないか。で、上から4行目2番ですね。で、この点について、無効等確認訴訟は行政過程が完結しない段階において裁判所に持ち込まれる際に機能する訴訟であること。すみません、ちょっと私ね、これがよく分かんなかったんです。よく分かんないんで、括弧に入れておきましょう。分かる方はこのままで言っていただいて結構です。で、ここはそうですね、行政事件における国民の実効的な救済の道を開く行訴法の趣旨を重視すべきである。もっと簡単に書くなったら、広く国民の権利救済の、手段を確保する観点から、訴訟要件も広く返すべきであるみたいに書いてあって、よって現在の法律関係に関する訴えに還元できない場合に限らず、処分の無効を前提とする現在の法律関係に関する訴え提起が可能な場合でも、これですよね、ここマークしましょう。無効等確認訴訟による方がより直接的に救済目的を達成できる場合、これですね、に、当該裁決の損否またはその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものにあたる。要するに、無効等確認訴訟がより直接的に目的達成できるんだ、そういった場合だと無効等確認訴訟を提起できるということになります。
じゃあ3の括弧1いきましょう。で、本件では A が収容原因とする C 氏への所有権移転登記がなされてしまった本件土地について本件道路の整備のための土地収容の対象とならないという法律関係を確認するため B 県収容委員会または C 市長被告として実質的当事者訴訟を提起して本件土地の所有権の所在が A にあることの確認を求めることや本件土地が収容対象でないことの確認を求めることも考えられる。まあそうですよね。で、このあたりの訴訟を考えてくださいね。こういった訴訟があるんじゃないかというのは考えて書いてある。で、このため B 県としては36条の要件を満たさないと反論すると考えられる。じゃあ括弧2です。で、確かに A としては本件土地が収容されることさえなければ良いのであるが本件土地が収容されないためには所有権移転登記の根拠となった土地収容を適法に行うための根拠である本件権利取得裁決の無効が確認されることが A が本件土地を収容されないという救済実現のためには直接的であると言える。で、このため当該裁決の損品またその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものの要件を満たし A は B 県を被告として本件権利取得裁決の無効確認訴訟を提起できる。まあそういったことになります。まあふーんと思っておけばいいです。で、若干コメントしておきます。で、これね、難しい問題が1個あります。何かというとこれ実質的当事者訴訟が提起できるんじゃないかって書いてますよね。で、この実質的当事者訴訟ってのがくせ者でこの実質的訴訟当事者訴訟は確認訴訟になります。で、民訴でやった通り確認訴訟って訴えの利益が簡単に認められる代物ではないですね。なのでそもそもこの訴訟が本当に使えるかって問題は一応あるんですよ。で、そこまで触れてももちろん点数つくと思うんですけど行政法時間足りないので今回の問題ではそこまで触れなくていいと思います。ただ一応ね、そういう問題はあります。確認の訴えの利益があるか。ちょっと話脱線するけど実質的当事者訴訟を書く場合は訴訟要件検討しなさいってあったら当然確認の訴えの利益を書くということになります。で、司法試験の答案だったらね大抵、まあ、これ処分性があるかどうか論じなさいっていう論点から入って処分性があるっていう筋で書いたら取り消し訴訟、処分性がないって筋で書いたら当事者訴訟になるってパターンはよくあります。当事者訴訟の確認の訴えの利益、これはね忘れないでおいてください。ということで、誘導に戻りましょう。法律事務所の会議録です。4ページ目の下から5行目ですね。あ、もうちょっと前から読んでいきましょう。4ページ目の下から 1,2,3,4 つ目のブロック、弁護士利益です。では次に本件事業認定の違法性について検討していきましょうという話になります。で、無効確認訴訟の場合最終的には重大かつ明白な違法性を主張しなければなりませんがまずは取り消し訴訟でも主張できる違法事由としてどのようなものがあるかについて検討することとし今回はそれらが重大かつ明白な違法と言えるかについては検討しないこととします。あ、ただの違法性でいいんだ。ということで次行きましょう。本件理由によると B 県知事は本件申請書に基づき本件道路の整備には道路ネットワークの形成、通行者の安全性の確保、地域の防災性の向上の3つの利益がありそれに比べて本件土地の収容によって失われる利益はそれほど大きくなくまた事業計画は適正かつ合理的であるとして20条3項の要件を充足しているとします。まずね、敵の出方を知ってください。敵がなぜ要件充足しているかをちゃんと見ていきます。で、まずここだけを見てください。何攻撃します？まずは道路ネットワーク形成に役立たない、通行者の安全性の確保ができない、地域の防災性の向上ができないって論じていけば一番いいですね。あとはこの比較の問題、本件土地の収容によって失われる利益を比較するとこっちの方が大きいとかいろんなことが言えそうです。じゃあ次の弁護士 D 見ていきましょう。B 県知事が挙げる理由は妥当でしょうか？まず新たに本件道路が整備されると交通量が増えて環境が悪化することはないのでしょうか？確かに交通量は増えると思われますが本件理由によると
B 県や C 市は平成22年調査の結果から、これもマークしましょう、本県道路の交通量は1日あたり約3500台なので、周辺環境の影響が軽微であり失われる利益が大きいとは言えないと判断しています。しかし A さんによると、で5ページ目いってください。平成元年の調査の時には周辺環境への環境が大きいとして本県道路の整備は見送られているのに、平成22年調査で予想される交通量が平成元年調査の3分の1に減っているのは疑問が残る。まあ20年ぐらいで3分の1に減っちゃったんですね。じゃあその理由は何かというと、弁護士 D、 市市の人口変動が原因ではないのですか。いいえ、平成元年調査から平成22年調査の間の市市の人口の減少は1割未満です。ということは3500台から350台ぐらい減るんだったら、まあまあまあって感じですね。まあそれよりも多いかもしれませんけど。でまた A さんによると、平成22年調査には C 市の調査手法に誤りがあり、そのため調査の正確性について疑問があるとのことです。それに加えて A さんは交通量が3分の1にまで減るのであれば、都市使用によって得られる利益とされる道路ネットワークの形成に必要性に疑問がある。で仮に道路ネットワーク形成のために道路が必要であるとしても、必要性はそれほど大きくない。かえって通過車両が増加する、良好な住環境が破壊されるのではないかとの懸念も A さんは示しています。でなかなか読み上げましたけど、この設問2の括弧にはこれ抜き書きすればいいだけですよね。まとめればいいだけなんです、会議録の問題を。で今年受かってるのが一番いいんですけど、もしね万が一来年受けるとき、これ覚えておいてください。行政法はね、最後の設問にどれだけ時間残しておくのかなんですよ。最後の設問だってこれ時間あればできるじゃないですか。これを整理して述べていけばいいんです。なので最初に時間をかけすぎない。会社法なんかもね結構ポイントになってます。処理量多いかもか、それはねぜひ覚えておいてください。まあもちろん今年受かってるのが一番いいんですけどね。で次ですね、弁護士 D、道路のルートについてはどのように検討したのか、うんぬんかんぬんって言ってます。本件理由によると、道路の近くにある小学校への騒音との影響を緩和することを考慮し、一定の距離を取るよう道路のルートが決められたことです。しかし土地の自然環境の保護については学術上貴重な生物が生息しているわけではないとして、考慮は特にされていない。したがって本件理由によると、小学校への騒音との影響を緩和しつつ土地の自然環境にも影響を与えないようなルートを取ることができるかについては検討されていない。うじゃ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 言ってるわけですね。でもしねこの設問2の括弧に本番であんまり書けなかったよって方いらっしゃったら、家でね一回書いてみてください、整理して。であと来年のこと考えると、例えばねマーカーをどう活用して時間短縮させるかとか、いろんなこと試しておいた方がいいんですよ、こういう問題で。意外にねこの主張整理型の問題っていうのはこうできること分かってるので、みんな 後回しにしちゃうんですね。時間のある時に早く処理する方法を身につけておいた方がいいです。私は個人的にはねマーカー嫌いなので、よくね線引いて A とか B とかこういうふうに整理しましたね。まあ、いろんな整理方法あると思うんで、それは各自確かめておいてください。であとのあとね、弁護士のここにね、検討されていませんとか、こういうところにもヒントがあります。検討すべきだったのにしなかったってことですよね。これ考慮すべきだったのにしなかった、裁量権の逸脱乱用でよくあるパターンですね。こういうところからヒントを読み取って、規範に当てはめていくというのもポイントです。で例えばね、もう全部は読み上げませんけど、弁護士 D の次の弁護士 E が来ますよね。調査されておらず、したがって考慮もされていません。調査すべきだったのにしなかった、考慮すべきだったのにしなかった、これ裁量権の逸脱乱用を基礎づける一つの事情になっています。で最後弁護士 D、それでは E 先生には以上の点を整理して、本件事業認定が違法かどうかを検討していただきましょう。本件事業認定が違法かどうかについては20条4号の要件について検討する余地もありますが、 A さんの主張は20条3号の要件の問題であるとして検討することにしましょう。こういったところも落とさないでくださいね。4号ってすごく包括的な条項なんで、こっちで検討することもできるんだけど、3号で検討しなさいということになってます。あと手続き的な瑕疵についても論じるなと書いてます。じゃあこれらを踏まえた上で回答例を見ちゃいましょう。10ページ。第3、設問3括弧です。1括弧1、
本件事業認定が違法で、おそらくこの30条は行訴の30条ですね。ありましたっけね、回答例には最初の方に。ちょっと待ってくださいね。回答例の最初の方に、そうですね。この方は、行訴法の法律名を省略するって書いてるんで、これは正しいやり方になります。30条。ただ、まあ、人によっては、どちらかというと与えられている方の法律、今回で言えば土地収用法を省略するって方もいらっしゃいます。それはどちらでも結構です。で、本件事業認定が裁量の逸脱乱用であることが必要だ。で、これ先ほども申し上げましたけど、論じ方2つありまして、これはですね、ちょっと板書がこれか、この設問3括弧に、これ裁量の逸脱乱用だって争っても構いません。あるいは20条4号の要件に該当しない該当せず違法と論じていっても構いません。これね、2つの論じ方があって、これは正直言うと好みの問題だと思います。どちらで論じることも可能です。で、これ結構行政法の教科書なんかにも最近触れられてるんですけど、こっちだっていう人もいれば、こっちだって学者の先生もいて、決着を見ない問題なようです。で、ちょっと後で法文見て、これ何を言ってるのか説明します。で、まあ、板書書いてる方ね、書き終わったらですね、条文の、20条をもう一回見ていただきたいですね。土地収用法の20条です。これが今回の問題になっている土地収用法の20条。国土交通大臣または都道府県知事は、申請に関わる事業が差の覚悟のすべてに該当するときは事業の認定をすることができる。で、このできるは効果裁量ですね。事業の認定をしてもいいし、しなくてもいいって効果裁量、これはあります。で、今回問題になるのは3号の要件裁量。事業計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであること。これが要するに要件が客観的であり、カチッと当てはまると考えると、これは違法適法の問題です。はい、今回の事業計画が合理的な利用に寄与するものであったら事業認定できるし、寄与するものでなかったら絶対事業認定できないって考えると、こっち20条4号の要件に該当せず違法となります。一方で、この事業計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与っていうのが非常に曖昧な文言で、要件該当性に裁量があると考えたら裁量の逸脱乱用になります。で、これは好きな方で論じてください。で、なんで竹山君はこんなどうでもいいように見える話をしているかというと、こういった議論って一回聞いとけば試験会場で迷わないんですよ。試験会場ってね、私もね、経験あるんですけど、変なことで迷うんですよ。考えたことなかった、あれ、そういえば、これどっちも論じられるんだ、どうしようどうしようって言って5分ぐらい過ぎることってあるんですね。逆にこういった若干アカデミックな問題は、普段考えておいて、あ、どうでもいいんだって納得しておくことが必要です。ぜひね、あ、どっちでもいいんだってこの機会に押さえておいてください。くだらないこと悩むんですよ。私ね、あれ悩んだことありますよ。もうね、もう恥ずかしいんだけど、例えばね、刑法の窃盗罪で保護法益能ありますね、平穏占有説がどうかとか、ああいうことを試験会場で悩んじゃうことあるんですよ。それ、くだらないことに悩まないためにも、もう決めておくんですね。いいでしょうか。じゃあ次行きましょう。で、回答例の続きです。10ページ目ですね。で、括弧に。で、この回答例の方は、裁量権の逸脱乱用で論じるので見ていきましょう。行政処分の裁量とは、行政庁に認められた処分における判断の余地である。まあ、きれいな書き方ですね。
処分は公益実現のために行政庁に専門的技術的判断が認められるべきであることから裁量が認められる。そして裁量が認められるかどうかは処分の性質や当該処分の根拠放棄の文言を総合する。でここでちょっといいなと思ったのは、まあ冗長で時間がないときこんなに書かなくていいです。ただね、1個だけ裁量の有無の判断基準を書いてるのはいいなと思いました。判断基準があって当てはめって形で書くとやっぱりそれは点数が伸びます。こんな感じね、処分の性質や当該処分の根拠放棄の文言、これから判断するんだってことですね。裁量の判断基準です。こういうところはね、真似ていただいた方がいいと思います。で、かっこ3、本件事業認定の根拠は20条3項であるところ、同号は事業計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与すべきことを定めており、法1条が法目的として土地の使用が公共の利益となることを前提とし、公共の利益の増進を目的としていることから、本件事業認定の性質は公益増進のための専門技術的判断が必要なものといえ、行政庁に対し本20条3号に該当するかどうかの要件裁量を認めているものと言える。でこれちょっと分かるような分かんないような感じですね。少しだけ直しましょう。公共の利益の増進を目的としていることからじゃなくて、こう目的としており、抽象的概念で規定されていることからぐらいにしましょうか。抽象的概念で規定されているってことは専門的に判断してくださいとも言えます。立法はそこまで関与できません。行政で決めてくれという立法からのメッセージということができます。わかりますね。抽象的な立法をする、抽象的な法律を作るってことは、行政の方の場合は行政の判断の幅を広くする。これが裁判ですから民法とか刑法だったら裁判官の判断の幅を広くする、そういうことになります。で従って要件裁量を認めている。でまた本件事業認定の根拠放棄である柱20条柱書きは で11ページできるとしていることから、本件事業認定は規則効果では行為ではなく、すなわち本件事業認定をするかどうかの行政庁に法は委ねており効果裁量は認められる。そうですね。でよって本件事業認定について B 件地での裁量が認められる。で2括弧1、次に法が処分について裁量を認めているとしても、それは無制限でなく合理的なものでなければならない。行政処分が著しく不合理、すなわち裁量の逸脱乱用があれば当該処分は違法なものとして取り消されることになる。で逸脱乱用の類型としては自立誤認、比例原則違反、多事公領等があるので、まあ、この方はこういうふうにつらつら並べる方の論じる方です。以下これらにあたるどうか20条3号の土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであるかどうかの観点から検討する。でこの回答で正しいんですけど、どうせ設問最後なんて時間ないんですから、こんなの書かなくていいですよ。こんなの一切すっ飛ばして、こうこうこうだから多事公領があるって書けばいいですね、単純に。なのでここはもう過去に入れちゃいましょう。さすがにこれはちょっといらないかなというところです。で、まあここは書きやすいんだったらこうでいいですね。なお本件では B 県知事は本件道路の整備には道路ネットワーク整備等の複数の利益があることを主張しており、本件土地の収用で失われる利益は大きくないこと、事業計画が適正かつ合理的であると主張していくことから、これらの主張への反論として逸脱乱用を主張。で括弧にまず自立誤認ですね。で本件事業認定は市市における交通量が増加することが予想されたために道路整備が急務であるとして行われている。確かに平成元年調査の際に予想された17年時点での1日のあたりで交通量が1万台とされたことから、 B 県は交通量の増大から自動車の騒音や排気ガスと周辺環境への影響が大きいのであって道路の整備が急務であるとして事実誤認はないと反論。しかし22年調査の時点では道路の交通量が1日あたり3500台と予測されており、でここの評価がいいんですよ。余裕があったら入れてやってください。でなんで3500台と予測されていたら調査の正確性に疑問があるのか、これ間をつなげてやる。直近の調査では B 県や C 市が前提として想定する交通量からの乖離が大きく、何でもいいんです、こんなことを入れてやって、そもそも調査の正確性について疑問があると言える、こう論じていきます。
で、この日本圏事業認定はその必要性と示される自立関係が自立に基づくものでないと考えられ、これは道路ネットワークの形成による本県土地の適正かつ合理的な利用の前提となる自立を欠く、だから、自立誤認があって裁量権の逸脱乱用です。じゃあ次、括弧3、比例原則違反。これは、利益を比較した話ですね。で、本県では B 県や C 市は22年調査の結果から倒産になってますね。これ、まあ調査に直しておいてください。調査の結果から周辺環境への影響が軽微であって道路整備によって失われる利益は大きいとは言えないと反応することが考えられる。しかし同時のように交通量が予測の3分の1程度に減っている以上、土地使用によって得られる利益である道路ネットワークの形成が大きいとは言えず、道路整備によって、むしろ通過車両が増えることで良好な住環境が破壊されると言える。 C 市が平成元年調査時点で周辺環境への影響の大きさを重視していたことからすれば、本県事業認定に続く道路整備による社会的利益、で次12ページで、として失われる社会的損失が多く、比例原則違反の瑕疵ですね。で、過去の多事考慮で、これは井戸の話とか環境の話です。で、ここを見ましょう。本県と周辺の工事では、工事が違いますね、深さ2メートル程度の発作工事で井戸が枯れたことであり、本県とその周辺では地下水を生活用水として利用している住民もいることからすれば、事業認定の通りに、道路整備されることで良好な住環境を破壊する恐れがある。でも、このような事実は考慮されてない。で、防災目的の井戸も調査しておらず考慮もされていない。で、学術上貴重な生物は絶滅の恐れがないことから、 B 県や C 市は発作工事による影響を重視すべきではないと反論されているが、そもそも生活用水とかそういうものもあるので、貴重さだけで判断することは妥当ではない。結局考慮すべきことを考慮していない。まあ、こういうふうに言っていくわけになります。よろしいでしょうか。で、行政法に関しましては、まあ、回答例中心に見ていきましたが、基本的にこれオーソドックスな問題です。極めてオーソドックスな問題になってきますので、行政法のね、勝負の分かれはやっぱり当てはめと身も蓋もないですけど、最後までかけたかどうか、結局最後までかけたかどうかです。かなり勝敗分かれ目あると思います。実際に最後までかけてメッセージがですね、問題文の最初にあって、配点割合ですね、配点割合ご覧ください。この配点割合は、あれどこ行った、多分30対35対30とかそんな感じでしたっけね。あ、失礼しました、35対30対35です。もうこの時点でほとんど均等だから最後まで行ってくださいねってメッセージが込められてます。これね、ぜひ最後まで行っていただいたら、結構いい線いってるんじゃないかと思います。逆にね、最後まで書けなかった方もまだまだチャンスありますので、あんまり落ち込まずにいてください。あと、再現答案はぜひ作られた方がいいです。まあ、いろんな不当な影響を受けちゃうんですけど、それでも作った方が、もし仮にダメだった時に来年の参考になります。で、一方で憲法の方はこれ本当にいろいろ書ける問題でした。なので、憲法は個人的にはね、浅く広くより何点か論点絞って深く論じた方が点数がつく科目ですので、ぜひ皆さんもね、復習の際に、深く絞って論じるっていうのをやってみてください。あとは再現答案作った時にね、もう一回今の知識でいいんですよ。今の状態でもう一回2時間で問題解いてみる。これもすごく勉強になります。もうちょっと知識ついた状態で、どれぐらい書けるのかなって確かめてみる。すごく勉強になります。で、まあ、今回のね、分析会広報系から始まりましたけど、まあ、民事とか刑事もあるんで、ぜひね、これを利用にして、また次年度以降の勉強に役立てていただければ幸いです。それでは、令和元年本試験分析会広報系、これにて終了いたします。お疲れ様でした。